オキスズキパメイトマスソウルトトリックスは、スズキ木、オキスズキ科に属する海水魚の一種。太平洋北部、東部を除く全世界の温帯から熱帯に生息する海遊性魚類である。オーストラリアでは、テーラー、南アフリカ東岸では、シャド、西岸では、エルフと呼ばれる。他の名としては、ブルーチョッパー、アンチョアなどがある。味は良く、 ゲームフィッシュとしても人気がある。生体は6 0トル程度で、最大で1 3 0トル1 4ラムの報告がある。第一背びれは8から9トゲ、第二背びれは23から28何情、尻びれは2から3トゲ23から27何情。尾ひれは大きく手に刺する。第一背びれと胸びれは通常、その後方にある水を畳たたまれる。 背面は灰色がかった青緑で、覆面に向けて、次第に白くなる。葉は一列、角葉の大きさは、すべて同じで、ナイフのように鋭い。金星の取れた形態である。1866年のカーリーアイブズによる、ハンガトローリング・フォー・ブルー・フィッシュ。温帯から熱帯域を広く回遊するが、東太平洋、北西太平洋には生息しない。アメリカ東海岸。 アフリカ、地中海から、国海、東南アジア、オーストラリアに分布し、主に大陸北上に生息する。砂浜や岩海岸などの沿岸性環境や、河口などの寄水域にも侵入するアメリカ東海岸では、冬はフロリダ沖で過ごし、4月に北上を始める。6月には、マサチューセッツ州に到達し、特に個体数の多い都市には一部が、 ノバスコシア州にまで北上することもある。10月には南下をはじめ、ニューヨークより北では見られなくなる。一部には海遊性が低く、周年メキシコ湾に泊まる個体もいる。同様の行動が他の地域の個体群でも見られ、特にエーゲ海マラ海国会を海遊する個体群は漁業上重要である。この個体群は陶器をトルコの地中海沿岸で過ごす。 南アフリカ沿岸では概ね海岸に沿って海流する。春から夏にかけて繁殖し、寿命は9年ほど。稚魚は動物プランクトンとして過ごし、海流に乗って分散する。フロリダ東方で北に移動している産卵後の個体が発見されている。ほとんどの外洋性魚類のように繁殖様式はよくわかっていない。北西大西洋では春に ハッテラス岬南方で繁殖する固体群と夏にニューイングランド沿岸で繁殖する固体群がおり、後者の方が稚魚の成長が遅い。9キログラムを超える大型固体生態は粘毛で強力な捕食者であり、緩い群れを作る。泳ぎは早く小魚の群れに突入して狂乱作時の形態で捕食する。餌は生息地と季節によって変化し、 メンハデンなどのニシンカ魚類、サバ科、ウィークフィッシュイサキ科、ストライプとアンチョビス、エビ科などである。若菜をともぐいすることもある。餌を追って波打ち剤にまで集団で突入することもあり、この行動はブルーフィッシュブリッツと呼ばれている。また、本種は生活史の前段階で他の大型魚類の餌となる。血魚器にはシマスズキナツビラメマグロサメインイルカウィークフィッシュ。 または、本種の生魚の餌となり、生魚も、マグロサメ、カジキ、アザラシ、アシカ、イルカなどに捕食される。1950、2010年の国別魚閣僚、FAO による報告。アメリカでは主に遊魚的に釣られるが、商業的にも重要である。個体数は十数年のスパンで、周期的に変動する。マグロサメ、カジキ漁の生き絵として用いられることもある。 力が強いため不用意に扱うのは危険である。漁業者が噛みつかれることもあり、手袋を着用して扱うことが推奨される。節置中の群れに不用意に近づくことは望ましくない2006年には、アリカンテの海岸で7歳の少女が攻撃を受けたという報告がある。長魚、食用としての需要は高く、世界各地で乱獲されている。管理組織による規制で、 個体数が安定している地域もあり、米国では1990年代後半まで乱獲状態にあったが、保護活動により2007年には個体数は完全に回復している。イスタンブールではフィスティバルを通した啓蒙活動や漁獲制限によって個体群への圧力は減少していると考えられる。だが、アフリカ沿岸部では肉の代替となる貴重なタンパク源であることから、 現地住民による漁が続けられている。オキスズキ科には、ムツが含められていたことがあるが、現在は分離されている。オキスズキ科に属する化石種として、中心横行きのカリフォルニア南部から、ローファールマイアシニアスが発見されている。ありがとうございます。